侍は嘘をつかない。スペイン、マルカ、紙のホセマリア・ロドリゲス記者は、自身のコラムでエイバル MF イヌイタカシをこう称賛した。日本代表美女サポの自撮りがすごかった。スタジアム、行こうぜ。特別編、46枚、22日に行われたリーガエスパニョーラ第9節で、エイバルは敵地、サンティアゴ・ベルナベウ。でレアルマドリーと対戦。0-3と完敗を喫した試合で、日本代表 MF は2トップの一角としてフル出場を果たしている。この試合の54分、乾は相手エリア内で MF カセミロに倒されたように見える場面があった。しかし、審判の笛は鳴らず、乾も、PK ではなかった。と正直に話している。これについて、ホセルイス・メンディバル監督は、審判や相手を欺くということを知らない、と評していた。しかし、ロドリゲス記者は、これは乾だけのものではなく、日本人に浸透するルコブシドー・ルコによるものだと称賛を綴っている。メンディリバルは、競争することを知らない。と結論付けた。しかし、それは個人的な問題ではない。タカシ・イヌイと、数千人いる日本人トップアスリートに違いはない。監督たちは方法論を実践させる時から、自分自身の力を出し切ることこそが、どんな競争の結果よりも重要であることを叩き込むのだ。彼らは、日本の社会に浸透するルコブシドー・ルコに、そして侍に着想を得ている。それは勇気、礼儀、哀れみ、正義、誠実、正直と、7つの事柄に要約されるものだ。